정면은 의미가 없어요. 탱크 네. 몇 개가 쓰지 못돼 있는데요. 지금 아 이제 러커 몇 대 들어가긴 들어갔는데 아 러커가 설사 이따 손 치더라도 지금 상황에서 중앙에서 팀싸움하면 정말로 ここで中が登場するのでイジェホ選手、ライト選手としてはラーカーが出る前に、あっと、しかし MM の数が微妙っちゃ微妙か、微妙っちゃ微妙だぞ。うん、微妙っちゃ微妙ですね。うん、ヒドラリスクはこの完全に相性が悪いんですけども、相手の MM の数が微妙なのを見て、下がらないですね。どんどん押していきますね。あの白いもやっとしたのはマップ上のオブジェクトで、あれはね、コルセアの、ウェブの、スキルですね。コルセアのスキルのウェブですね。あれと同じ効果、同じ効果っていうか全く同じものがマップに永続的に設置されているという形で、ここで、わあドロップ、これバレてんな。バルキリーは1のみ、しかしドロップは完全にバレているのでタレットしっかり追加して、正面からでもいけそうな気もすんな、これ正面薄いな。もうあれだけ序盤でドローンかられて、今サード対セカンドなんで、ショットテランは、あ、テランじゃない、ザーグはあのオーバーロードドロップを完璧に決めてしまわないとしんどいところではあるんですが、それと入れ違いでライト選手、イジェホ選手のドロップシップがマリンメディックドロップ、サードベースがこれで沈黙する形になりますね。さあ正面からしっかりと S2 選手、正面からプレッシャー与えた後に、もったいないオーバーロード1ダウン、サードベース沈黙、オーバーロード1満載でダウンしたな、あの落ちた1体。そしてタンクもちゃんと揃っているので、これはこの程度のヒドラリスクのドロップではひっくり返せないですね。ヒドラ全滅。かつザーグはサードベースも完全に失ってしまって、セカンドベース対セカンドベース、試合ひっくり返すほどのラーカーもいず、ジジ。白いもやっとしたのはね、あのもやっとした中にいるユニットは攻撃できないです、うん、だから要するにもやもやの中はダメ、もやもやの外は OK みたいな。もやもやの外からもやもやの中に向かって攻撃すると、もやもやの外のやつはノーダメージで倒せるってわけ。コルセアのスキルと同じですね。